はリモートカート Go 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 ホワイトボディマッハゴー負けに魂親譲り走り出したがもう後には引けぬ行くぞ勝利のゴールまでマッハゴーゴーマッハゴーゴーマッハゴーゴーゴみんな見てくれ底力運命ってワイドが燃える飛ばせ正義の歩みバッハゴーゴーバッハゴーゴーバッハゴーゴーゴのごとく現れた忍者川の暗殺隊は国際平和会議に出席する各国の大臣を襲った。僕は忍者川の尾行に成功したが、プロデラで彼らの罠にかかり絶体絶命の窮地に立たされた。あの時の。よし、今度こそは正体を暴いてやるぞ。来い。うったい。うった。うっ。うっ。味な真似をするな、行くぞ小僧。若いがなかなかいい度胸だ。ここがお前たち暗殺団のアジトだったのか。奈良の大仏殿では残念ながら取り逃がしたが、ここは地獄の改札口だ。雪があって帰りのない超特急が待ってるんだ。さあ歩き。よし、止まれ。歩け。おい、こっちの車を湖のそばに放ってこい。は。
ここから出しなさい。出してください。世界の敵よ。我々はどうする気ないの。消防隊に乗っていた各国の大臣たちだ。近いうちに地獄まで行ってもらうがね。早く出しなさい。ここから早く。助けてください。これから平和会議あるのよ。なんとしても会議に出席したい。忍者暗殺団を撲滅するのこと。出席できない。それまでに殺される。よし、次。今度はお前さんの喜ぶような訓練場を見せてやる。特技コースで訓練している連中は忍者暗殺隊の候補生たちだ。見ろ、このコースを卒業すればあの通り平地でもできるようになる。現代の殺し屋の第一条件は敏速。敏速こそ忍者のモットーだ。その点君は素晴らしい素質を持ったレーサーだ。度胸もいい、腕っぷしもいい。報酬は望み次第だ。どうだね。ボスのお目にかなったとは。お前も下方者だ。さあ、はっきり返事してもらおう。断る。何、わしは一度しか返答を聞かぬ男だ。やむをえん。動くな、こしゃくな小僧め。くっ。わしの勘の虫がお前を殺せと騒いでいる。わしに撃たれるお前は全くの下方者だ。で、2787人目だ。くそ。待て。副官デーサ、どうしてここに。ボスが手を下すことはない。俺に任せてもらおうか。何、それじゃ覆面デーサ、お前は。そうだ、俺も忍者暗殺団の一員だ。驚いたか。くだらんレースに出るのにうんざりしてこの仲間に入ったというわけだよ。人でなしめ。レーサー同士だと思えばこそこの事件には深入りするなとお前に忠告したはずだ。おい、知り合いだと思って手加減は禁物だぞ。分かっている。ゴー、許してくれ。やったな。ゴー。ゴー。おい、さっきの少年。おお、だいぶやられたらしいね。ひどいやつはね。どうする気ね。へえ、わめけわめけ。この大臣たちも一心にして地獄行きだ。しっかりして。くそ、覆面デーサーを見損なっていた悪党め。必ず引っ捕らえてやる。元気出しなさい。夜が明けたっていうのに、コーニーちゃんはどこ行っちゃったんだろう。暗殺団を追ってってひどい目に遭ってるのかもしれないわ。ギスモ号のスペアで連絡してくれればいいのに。コーニーちゃん、コーニーちゃん、コーニーちゃん、ギズモ号だ。クリボー、あのギズモ号
はきっとゴーからの連絡だわ。あっちの方よ、クリボイとも。オッケー。すげーないやん。すげーよ、これ。このスポーツカー動かへんな。どないさん動くんや。これかな、あかん。さっきのラジコ飛行機は戻ってきたぞ。あ、ほんまや、すげーな。マッハ号だわ。なや、ゴーはどうしたのかしら。君たち、これを運転してた人知らない。そんな人知らんわ。これわいらのもんや。何、人のもの取っちゃ困るよ。お前、後から来て何言うのや、アホ。アホなんだバカ。いやー、このチビ。クリポン、喧嘩なんかしてる暇ないのよ。ゴーを早く探さなくちゃ。あ、そうか。君たちキャンディあげるからちょっと貸してくれよ。え、キャンディ。三平、お前も協力しろ。クリポン、早く。うん。湖のあの怪物と暗殺団、ゴーは何かを掴んだのよ。怪物の正体さえ分かれば。怪物なんてどこにいるのさ。それを探るために水中を調べてるのよ。うん、なるほど。消防艇を襲ったのも暗殺団の仕業だったのよ。じゃあ、お兄ちゃんも暗殺団にやられちゃったの。ゴーンがやられてたまるもんですか。そうだよ。あ、誰か来るわ。よし、みんな一緒に捕まってたまるもんかい。ディフェンサーを開けてと。ミキネちゃん、後から助けに行くからね。あ、クリボーどうする気。任せすぎって、サンペコイ。早くする。あんたたちは暗殺だ。いかにも忍者暗殺隊だ。ん？この車は捨てたはずなのに。さあ、降りるんだ。私をどうする気なの？つべこべ言わずにさっさと降りるんだ。こいつを牢へぶち込んでおけ。あの車は倉庫へ放り込んでおくのだ。は。はい、取れ。ん？お、ミッチ。ゴー。よくここがわかったな。ゴー無事だったのね。よかったわ。朝まで探したのよ。うん。忍者カーを追ってるうちに帰りしすぎちゃって捕まってしまったんだ。まあ、それよりもミッチ、驚いたことに覆面レーサーは忍者暗殺隊の一味なんだ。え、あの覆面レーサーが。お嬢さん、あなたも気の毒な人ですね。この牢の中に入れられたものをもうすぐ処刑されることになっているのです。元気を出してください。私たちは助かるかもしれないわ。本当ですか、お嬢さん。え、マッハ号のトランクにはクリボーと三平が隠れてるの。え、クリボーが。
国際会議は明日の午前10時に始まる。各国の大統領大臣たちが数十人集まるのだ。大会議室の中には名士の策である唐獅子の置物がある。これに一瞬にして死ぬ強力な次元毒ガス弾を仕掛ける。時間は10時1分。10時1分30秒には大会議室の全員があの世を旅立つのだ。つまり我々の任務はこの連中を葬ることにある。この唐獅子は国際会議場のものと折り二つの偽物である。ただ違うところは中に強力な次元毒ガス弾を仕掛けてあることなのだ。お前たちの任務は今夜これを本物とすり替えることだ。警戒は厳重だと思うが決して人の目に触れてはならない。目撃者はすぐ始末して後を残す。それが忍者暗殺隊たるゆえんなのだ。では出発準備。出発準備完了しました。ボス、頼みがある。なんだ。俺に忍者カーの指揮を取らせてほしいのだ。立派にやってみせる。頼もしいこと言うな。だがお前にはやってもらわねばならん仕事がある。第三計画は忍者隊に任せておく。頼む。命令だ。出発。成功を祈る。よし、では次の仕事だ。大臣たちを牢から出せ。は。クリボーどうしたのかしら。よーし、これっす。鍵が、言わったら、そうだ、ギズモードだ。あ、やっぱり。お前がやるんだ。河原家を撃つのとはわけが違うぞ。一人残らず地獄へ送るのだ。お前の腕前ゆっくり見物させていただこう。こいつはいいガンだ。まあ見ていなよ。覆面レーサーめ。よし、三つ数えたら撃つんだ。ワン、ツー、スリー。おお、助かった。お地獄へ行くのはお前たちの方だ。な、何、裏切ったな。誰も裏切りはせん。俺は最初からこんな忍者隊に入るつもりはなかったのだ。そうか、覆面レーサーは奴らの目をごまかすために僕を殴ったんだ。お前は何者だ。畜生、貴様は FBI か秘密情報部員か。ご想像に任せよう。いいか、さ早く忍者隊を呼び戻すんだ。あれを見ろ。はっ。さあ今のうちだ。どうもありがとう、覆面レーサー。礼なんか後だ。忍者カーの一隊が国際会議場に向かって、ここ俺が引き受ける。はい。あ、マハンゴーだ。コニーちゃん、クリオン、クリボーお手柄よ。コニーちゃんほどじゃないけどさ。あとを頼みます。わかった。さあ、ボス、あの小僧が。よし、ボンだ。あ、お兄ちゃん大きいだな。怖いかって。さあ、皆さん、今のうちに逃げてください。そのドアを開けてまっすぐ行けば外へ出られます。さあ、急いで。ありがとう、ありがとう。あ、早く。ドラゴン号出発準備。了解。しまった。大変な武器弾薬だ。次元爆弾だ。
これをこのままにしておいたらまた何人かの人が殺されるに違いない。よし、爆破してしまおう。追跡者がある。片付けろ。来たな。ゴー！畜生、やりやったな。消え入った忍者かも片付けてやる。あの小僧、クソ邪魔されてたまるのか。それこれでも食らえ。しぶといやつめ、これではどうだ。さあ逃げ回っても無駄だ。よし、今に見てろ。しまった。ミチ、早く飛び出すんだ。よし、とどめの一発だ。うわっ！へへ、いっちゃ上がり。僕らの仕事は終わり、怪物が墜落する。三平脱出だ。そう、怪物がこっちで来るわ。ミチ、伏せろ。ドア兄ちゃん、ミチ姉ちゃん、上がりだよ。うん、よくやったぞ。無事でしたね。福村姉さん、ノックアウトでやっちゃったのさ。でかした、クリオ君。これで忍者隊も全滅さ。福村姉さん、あなたは本当は秘密情報部員。俺はレーサーさ。お前の良きライバルだよ。いつまでもお前の良きライバルさ。いつまでもお前の良きライバルさ。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 